歌舞伎町ぐらいしか守れるところないやろ。アマンボパラリスです、お願いします。だけど、どこ行きたい？あ、テーマパーク行って、お揃いの赤注射つけてプリ取ったり、水族館でクラゲの幻想的なトンネル見るのとかもいいよね。でも新大久保で食べ歩くとか。それ全部男と行ったところちゃうやろな。は？偏見すごすぎ。いや、こう見えても私ちゃんと女の子の友達いるからね。おるんや。でも確かに全部ホストとの同伴では行ったところ。男と行っとるやないかい。めちゃくちゃ楽しかったな。私のこと可愛いってずっと言ってくれるし、私のことだけ見ててくれるし、会うだけで幸せにしてくれるとか最高すぎない？ただの営業で喜べるとかある意味すごいな。でも金払わな幸せなれんとか激ヤバすぎんで。人の金の使い方に口出さないでくれる。大体男と合法でデート行けるならみんなホスくらいって同伴くらいするでしょ。レンタル彼氏でも使っときゃー。そっちさん、ホスト興味あるんだったら私案内してあげるよ。誰も行きたい言うてない。じゃあ私がいろいろ教えてあげるよ。大丈夫でー。まあとりあえず服装だけどこんな感じの着とけば大丈夫かな。まあこれ歌舞伎町の制服みたいなもんだし。歌舞伎町の制服ってパワーワードすぎるやろー。みんな一緒か、何が面白いねん。ちなみに私はよく ZOZO で服買うんだけど、はい、でも安く済ませたいんだったらシーンがおすすめだよ。シーンで何でも揃えるなー。まあでもぶっちゃけ服とかどうでもよくて、結局は金いくら詰めるかが大事なんだけど。金が全ての世界とか怖すぎるやろ。牛島くんか。まあ初回だったら5あれば大丈夫かな。まあ確かに初回500円とか言うし、それで言うたら安心なんか。ワンコインで楽しめるわけないでしょ。5万に決まってんじゃん。金銭感覚お腹の中に置いてきたんかまあ手っ取り早く貯めるんだったらアルフォートがおすすめかな。どういうこと？ほら、お菓子のアルフォートの箱ってちょうどお札が入るからみんなお財布代わりにしてるし、お金貯めるのにも使ってるよ。その金あったらもっとええ財布買わんかい。てかほんまにホスト行く金がない言うてるやんか。ホスクラ行くために働くに決まってんじゃん。こっちとら汗水垂らして必死に働いた金で歌舞伎の経済回してんだよ。史上最悪の悪循環すぎるやろ。本当のために毎日必死に働いてる私って偉すぎない？けなげすぎるよね。え、だって毎日寝るまんましいで必死に働いてるんだよ。その時間あったらもっとお笑いのこと考えてくれほんまにホスト行く金も無駄でしかないからな。こっちとら100万使ったところで歌舞伎じゃ細客にしかなれないんだよ。地元だったらナンバーワンにしてあげれるのに。地方のホストとか B 級のバチェロレってやないかい。地方のホストのことばかりしないでくれる。確かに歌舞伎より劣るよ。でも彼らも必死に頑張ってるんだけど。歌舞伎町で家庭からって地方行くとか逃げとるだけやろ。ほんまにホストのこと思ったんやったら全力でナンバーワンしたれや。さっきから分かったような口ばっか聞かないでくれる。ごちゃごちゃうるさすぎ。こっちが次の担当のバースレのために今どれだけ努力してるか分かってるの？シャンパンタワーは私たちの血と汗と涙でできてるんだよ。ホストに毒されすぎや。あと血と汗と涙でできたシャンパンタワーとか誰が飲みたいねん。絶対担当にとって私が一番だよね。いや確かにかぶりの子もいるよ。でもあの子結局出稼ぎとか言って月の半分とかしか来ないじゃん。でたまに来たと思ったらボトル開けてマイクで追ってきて、いや私はあなたが来ない間も毎日毎日通ってボトル開けて誰かナンバー入れてあげてると思ってます。あなたが来ない間も私がボトル開けてるからあなたナンバー入れてる。